稲荷崎高校、ここでメンバーを入れ替えます。4番オジロアランに代わり1番キャプテン北信介が入ります。録画では見られなかった選手ですね。うん、誰かが見とるよ、しんちゃん。誰かが見とるよ。信介が入るとなんやみんなピリッとしよるんですよね。おらい大胆。後衛セッターの動線を狙いましたね。よし赤毛、うん、カラスのには痛い点。新助みたいなやつがな、たまにおんねん。行動は無駄がなく、言葉は的確。新助は自信に満ちている。自分はしくじらないという自信。お前とは経験値がちゃうやろ。いや、中学3年間スタメンどころか。緊張なんかする意味がわからん。いつも以上の力を発揮しようとするから緊張するんやろ。練習でできとることやったら緊張なんかせんやろ。いい感触の。新助の実力はまあうまい方。練習でできとることは本番でも必ずやる。なんやアツム、風邪か。大したことない。バレー戦闘悪化する。体調管理できてへんことを褒めんな。もっと優しい言い方ないかい。泣いてまうやろ。体調管理いただきます。挨拶。神さんはどこにでもおるからな。ばあちゃんはいつも言うとったけど、神さんのためにやっとるわけはないしな。一番来た。次二番大海。キトさんってもっと機械みたいな人だと思ってた。結果より過程が大事と大人が言うて。結果が全てや。将来バレーボールで飯食ってくわけでもないしな俺は。感情に理由なんかいらん。嬉しいは嬉しいねえや。せやな、喝采はいらん。新助の役目は絶望の継続や。さあ稲荷崎高校セットポイントを迎えました。よーしよし、このセットは取ったな。あらゆる面で隙がなさすぎんだよな。もう来てる。赤点とは。角は好戦的、負けず嫌いがたまに悪い方へ作用する。銀は責任感と熱意ゆえ決め急ぎがち。見逃さんからな。5番は1セット目ラストで持ち直した。もっぺん落としたる。点差があっても容赦なし。止めに来な。強力なサーブと強力な速攻でカラスの高校なすすべなし。そろそろ追いかけてこいよ。よし切り替えていくぞ。あーコート外で静かな西野谷君は初めて見る。練習で失敗してた時の癖が出てたよ。西野谷しっかりしろよ。すげえ練習したじゃんかよ。そうだな、お前ならできる。あと俺は人を励ますのが苦手だ。でも自分のことなら言える。朝日よく言った。俺も言いたかった。さっきのカラスのセッターのサーブみたい。やっぱスパイクサーブで吹っ飛ばす方がかっこええな。なんでバレんねん。ウィス最強の挑戦者稲荷崎、未知の古豪カラスの運命の第3セットは宮敦夢のサーブで始まります。アウト。いやー僕もアウトだと思いましたよ。スパイクサーブでも決まりそうやけどな。でもスパイクサーブに変えて相手にうまいことさばかれた時、アツムの性格的に闘争心に火がついてテンションが上がる。
反応がいつもより遅いとわかる。俺は今怖いと思っている。集まれた。ムスキー、西野屋だってたまにはいっぱいいっぱいになっていい。稲荷崎はどのローテもまんべんなく強い感じだけど、カラスノの方は極端なんだよね。セッターか侍か。アラン、はい、早い速攻。待て、カラスノのローテの糸はおそらくここ。ストレ、アラン、そう宣言するかのようなカラスノのブレイク。全国のすげえブロッカーたち、怖くないブロックはブロックじゃねえ。メガネよりこいつの方がよっぽど怖えじゃん。